伊藤実一、伊藤美一、伊藤城一、1966年、昭和41年6月19日隊は、日本のベンチャーキャピタリスト、実業家で、マサチューセッツ工科大学教授、MIT メディアラボ所長である。ジョイを愛称としている。1966年6月19日、京都府で生まれた後に、一家で、カナダへ、 さらに3歳の頃アメリカ・ミシガン州デトロイット郊外へ移住している。父親は研究者、母親は秘書として現在のオバニックス社で働いていい。同社の創業者にとても目をかけられ、当時のテクノロジーや社会情勢について教育を受け13歳で、もはや子供ではなかったと語られている。毎年、夏は妹と共に日本の祖母宅で過ごし、 祖母から伝統的な日本文化について教わった。母親がエネルギーコンバージョンディバイセス日本法人社長へ着任するときに14歳で日本へ帰国して西町インターナショナルスクールアメリカンスクールインジャパンに学び、福井健一も母と信仰のあるために幼少期より親しく科学や物理学への造形を深めている。 1985年の通信改革以前にモデムを利用していた日本人の一人で10代で会をはじめ26歳まで自作マットを使っていた高校卒業後に再度渡米してタフツ大学で後のイーベ創業者と出会うも専攻の堅苦しさとコンピューターを学校で習うことに違和感を覚え中途退学してオバニックス社で働き始めるがスタンフォード R アブシンスキーに復学を進められる。シカゴ大学物理専攻へ入学するも、物理を理解させることより、実用的エンジニア育成を重視するカリキュラムに、失望し、再び中途退学している。1985年秋に、社のパイオニアプログラムオンラインコース第一期生となり、ニュースクール大学で単位を取得した。シカゴのナイトクラブや、ザスマートバーで DJ を務め、 メトシストムズデザイングループと一緒に東京でを模索している。あとにのに援助されて六本木でナイトクラブ在リラックスを運営し、インダストリアルロックやレイブなど音楽文化をシカゴから日本へ持ち込む一助になる。著書にがあり、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科、非常勤講師を務めたことがある。一橋大学大学院博士家庭中隊。 2013年5月、ニュースクール大学より名誉博士号、文学を授与された。また、2015年5月、タフツ大学より名誉博士号、文学を授与された。シネットジャパン、株式会社デジタルガレージ、インフォージック、ジャパン、など、多数の IT 関連会社を起業している。デジタルガレージ、カルチャー・コンビニエンス・クラブ、ローソン、マネックス・グループ、ソニー、 株式会社日本銀営、ニューヨークタイムズ、モジラファンデーション、クリエイティブコモンズ、ザジョン S& ジェームズ L、ナイツファンデーション、マッカーサーキキンなどのボードメンバーを務める。ネットワーク時代の知識人として、伊藤は日本での実績を積み重ねて、世界各国の様々なハイテク関連機関の役員、あるいはトップとして関わっている。 2004年12月から2007年4月まで、インターネットの運用に関わる重要な、団体 ICANN の理事であった。2006年から2012年まで、クリエイティブコモンズの理事長を務めた。2005年8月から2016年4月まで、モジラファウンデーションの理事を務めた。マーチン2005年3月から2007年4月まで、オープンソースイニシアティブの理事を務めた後、名誉理事となった。 2011年4月、ニューヨークタイムズが伊藤の MIT メディアラボ所長就任を報じた。このことは通常ではありえない選択と考えられた。伊藤は2つの大学で学んだが、いずれも学位取得まで至っていなかった。しかし、過激だが素晴らしいと称賛もされた。2011年9月1日より公式に職に就いた。2016年7月1日付で MIT の プロフェッサーオブザ・プラクティス・オブ・メディア・アーツ・アンド、サイオン説に任命されている。メディア・ラボの共同設立者であり、名誉理事長でもあるニコラス・ネグロ・ポンテは、この選択は、メディアを、ジョイ・エス・ワールドに誘うものだと述べている。アジアン・サイエンティスト・マガジンでのインタビューで、伊藤は、MIT メディア・ラボに対するビジョンについて語り、また、彼は、エデュケーション、教育よりも、ラーニング、 学習、学びということが好きだとも語った。日本での一例として、警察関連では、1997年に、警察庁情報セキュリティビジョン策定委員会委員に、ネットワークセキュリティ専門家として壊れ、日本の警察庁ハイテク犯罪対策室立ち上げに、関与し、警察庁総合セキュリティ対策会議委員など多くの委員を務めた。 ベンチャーキャピタリストだけでなくエンジェル投資家としても世界に知られている。売上が小さく非常に早い段階、アーリーステージでのベンチャー支援に積極的でブログやソーシャルサービス、マイクルファイナンスなどインターネット時代を代表するユニークなビジネスの創出に貢献している。過去に Twitter、SixApart、Wikia、l f l Last.fm、ホタノ a ツ。 キクスタター、ラフトワークなどへ投資している、シェアリングエコノミーの提唱者でもある。現在は、妻の伊藤水香とボストンに居住している。文化人類学者の伊藤水子は妹で、ミュージシャンの小山田圭吾は鳩子である。2011年9月1日より、日本人で、初めて、MIT メディアラボ所長、第4代目を務める。2016年7月1日からは、 マサチューセッツ工科大学教授も兼務。ニューヨークタイムズは、二度の大学中退歴を持つ彼の就任は非常に珍しいケースだと伝え、キャロット2の所長ラリースマールは、専任はラディカルだが賢明だと評価している。メディアラボの共同創業者で名誉議長のニコラス・ネグロ・ポンテは、ジョイがメディアを変えていくだろうと語っている。アジアンサイエンティストマガジン誌のインタビューでは、 MIT メディアラボのビジョンを語った上で、教育ではなく、学びという言葉の方がしっくりくると語っている。着任後に、メディアラボの活動指針として、ユニーク、インパクト、マジックを示し、誰もやっていないことをやる。真似はしない。ユニーク、やるなら、社会にインパクトを与える活動を目指す。インパクト、そしてそれは、驚きや感動を預かるものであるべきだ。 マジックという意味の3つのキーワードを提示している。2013年にディレクターズフェロープログラムを創設し、ケニアの起業家、デトロイトの作家者か戦後は、マジシャンなど、従来はメディアラボが接点を持ちがたい人々を積極的に巻き込んで、ディアラボの多様性に挑戦している。リード・ホフマン、JJ ・エブラムス、ローレンス・レッシング、坂本隆一、山本幸太郎、 西武グ明、桜井よし子、南波智子、黒川清茂木健一郎、ティモシー・リアリーなど文化人や、経済人に交際範囲が広い。ダイビングでは、パジ公認マスタースクーバダイバー、公認インストラクターで、写真では、内科のコレクターであり、200名以上の有名人を撮影した写真は、クリエイティブ・コモンズ・ラインスで提供され、 ウィキペディアなど様々な場面で利用されており、2011年に、信仰が深い296人のポートレート写真を収録した写真集を出版している。アジア版、ウォールストリートジャーナルとニューヨークタイムズなど数々の雑誌や新聞へ寄稿し、デイリー読売、マックワールドジャパンなどで連載している。ニューヨークタイムズオンライン、ビジネスウィーク、アメリカンヘリテージ、ワイヤード、 フォーブズ、Forbes, BBC ニュースにインタビューが掲載され、村上龍との協調、コーメグルダイアローグやクリトファー・アダムスとの協調、など、数多く著作や協調し、NHK、スーパープレゼンテーションでホストを務める。ペット2014スピーカー。1997年にタイム、サイバーエリート一員、2000年にビジネスウィーク、アントラプリナーズディールメイカーズで、 アジアのスター50人、2001年に世界経済フォーラム、明日のグローバルリーダー、2005年にニュースウィークレダース、オブザパック、2007年と2011年に、バニティフェア、ザ・ネクスト・エスタブリッシュメント、2008年にビジネスウィーク、ウェブ業界で最も影響力のある人、2011年に、トデトップグローバル・センチャースに、2011年と2012年に、日経ビジネス、 時代を作る100人に選出されている。2000年に、総務省から、IT 分野への貢献を表彰され、2011年7月22日に、ライフタイムアチーブメントアワードで、ユニバーシティ・オブ・オックスフォード・インターネット・インスティチュートからワールド・エスリーディング・アドバケイティソフ・インターネット・フリーダムと、表される。2011年に、オックスフォード大学インターネット研究所より、特別功労賞を受賞。 2014年に SXSW インタラクティブフェスティバル殿堂入り。2014年にアカデミー・オブ・アチーブメントよりゴールデンプレートアワード受賞。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。